重力操作中も主人公のマフラーと髪の毛がなびく方向で通常の重力方向が分かります。どちらが上か下か分からなくなった時は一度立ち止まり、右スティックで周りを見渡してみましょう。なるほど。いっけー。おっと、ちょっと下に降りよう。どこにあるんだ。ん、あれあれ、あそこ、なんかここらへん。よし、取った。これで全部プレシャス、プレシャス全部を入れろ。あ、これか。ん？旧市街、水しぶきをもう一度アクティブにしますか。どういうことだ。え、これ入れちゃっていいの？これなの？いや、これじゃん。これでいいのか。いや、範囲にしとこう。そんな乱暴な。町の設備が動き出して新たなチャレンジミッション開放。町の設備を稼働させるとチャレンジミッションが出現します。チャレンジミッションはストーリーに直接影響がありませんが、主人公の成長に必要なプレシャスジェムを得ることができます。何？じゃあやってった方がいいのか。いやー、君大したもんじゃないか。彩色も使わずプレシャスジェムを集めちまうなんて。その能力アルバイトのままじゃもったいないよ社員。すぐに上司に掛け合ってみるから、正式に職員として働かないか。君なら燃料補給課の即戦力になれるよ。そんなのなりたくない。なんだかすごい褒められてる、ちょっと嬉しい。いや、でも私は単なるアルバイトなんで。そうか、もったいないな。じゃあとりあえず今回の給料としてプレシャスゼム3個持っていきなよ。初任給って感動的だろ。もし真剣に働きたくなったらいつでも言ってくれよ。じゃあ、ありがとうございました。でもこれってもともと私が集めたんじゃ。そうだよね。お、主人公能力強化ができるようになった。セレクト能力強化画面アイコン。ん？あ、これか。あ、これでどんどん能力を強化していくんだね。で、今あの紫のやつが3つしかないから、とりあえずこれしか上げらんないんだね。タッチし続けてチャージ。重力変化時の重力エナジーの持続力です。プレシャスゼムを消費することでレベルアップできます。レベルアップすると長時間重力変化できるようになります。これ必要だな。お、レベル上がった。ないね。で、これはとりあえず終わりか。これなんだ。チャレンジミッション、ダウンロードミッションもあるのか。ダウンロードミッションは今度やろう。これはチュートリアル、ジェムがいっぱい。これはなんだ。ああ、ヘルプ、いやいや、セーブポイントはいるよな。まあ、とりあえずいいわ。
で、何かいろいろありすぎて疲れちゃった。落ち着けるところを探そう。落ち着けるところ、これはなんだ、タイムリミットバトル、なんだと。これな、マップを開くとハテナをタップして画面の説明、これさっきのやつか。情報キャラクターと、赤いのと緑の、緑のはチャレンジミッションで、赤いのがストーリーミッションか。なるほど。じゃあ赤いのやらなければいいんだ。とりあえずハイにしてみる。タイムリミットバトルってなんだろう。なんか話したがってる人もいたけど、まあいいや。え？あ、本当にタイムリミットなの？制限時間内になるべく多くのネビを倒そう。一定点数を超えると時間延長するぞ。あ、これで、はい、1200ぐらいまでいくと、あの紫のやつ300ももらえる。制限時間延長した。え、あとはどこにいるんだ。あれか、当たるか。当たった。おお、時間延長。下にいっぱいいる。あ、そっか、なるべく多くを倒した方がいいんだね。痛い。あ、障害物に当たった。難しいなこれ。はーいって、ちょっと重力メーターがなくなりそうだ。おりゃおりゃ、向こう側か。これは飛んでった方がいいな。こっちの方、当たるか。当たった。とりあえず落ちる。どこだ、見えない。なんだこれ、なんかロックオン機能とか欲しいね。よし、ちょうどよく上に、あれが弱点か。こっちだ。当たるかな。当たんない。難しいなこれ。あー、終わった。入門チャレンジャー、やったー、新記録だネットランキングリトライ、とりあえず進もうか。いや、でも紫の100ぐらいあれば、確か50ぐらいずつだったから、なんかいろいろありすぎて疲れちゃった。あ、これチャレンジクエストは何回でもできるな。オッケーオッケー。で、あ、一応紫のやつ至るとこにあるんだね。イエーイ。とりあえずなんか喋りたがってる人がいるから話しかけてみる。なんか浮いちゃったわ。
話を聞きますか。はい。ちょっといいかしら。言いにくいんだけど、あなたちょっと匂うわよ。ちゃんとお風呂入ってるの？マジで？そんなバカな。クンクン。う。髪もボサボサ、服も泥だらけだし、一体何してるの？女の子でしょ？ちゃんとした方が。ごめん。洗濯もしないと。それ以前寝るところすらないや。ああ、じゃあ寝るところを探すのかな？あれがストーリーミッションか。なんか紫あるね、あそこに。紫とっとこうか。あ、やばい。関係ない人まで浮いちゃった。イエーイ。イエーイ。お、落ちる？落ちたで、あと、なんか、もう二人ぐらい、喋りたがってる人がいた気がする。いたいた。左上か。あ、一応クリアしたチャレンジミッションは黄色くなるんだね。なんだあの重力のブラックホールみたいな。あそこにチャレンジミッションがあって、その後ろぐらいかな。え、こんなとこまで落ちるの？すごいじゃん、ここ。あ、いたいたいた、あの人だ。一旦置いて、ここに着地。はい。え、なんで浮いちゃう？あ、浮いたまま話聞ける。浮いたまま話聞ける。重力嵐ね。炭家をやられちまったよ。クソ政府に保護なんか期待できやしないし、俺もとうとう穴蔵暮らしの仲間入りか。これからどうしようと思ってたけど、あそこに混ぜてもらえばいいんだ。ねえ、私も連れて行って。ただでさえ狭いのに勘弁してくれって。よそ者が入り込む隙なんかねえよ。もう一回話聞けんの？あ、同じ話か。で、なんかあそこにいっぱいある。いや、こっから飛んでっか。わ、関係ない人が飛んじゃった。ごめんね。なんかこんなとこ走りたくなかったけど。よしよし。おお、お、なくなる。なくなる前に取りたい。ここはジャンプで戻ろう。で、セーブしたいけど、セーブ場所ないんだ。とりあえずあそこ行くか。下の緑んとこ。なんかこれ、ナビゲーション、あ、できる。上ね。間違えた。上上。痛い。なんか変なとこくっついちゃった。とりあえず下に降りて。どこだ？さらにこの上か。そこ。おお、関係ない人が。おお、びっくりした。行き過ぎ行き過ぎ。
ここだ。旧市街、引き裂かれた橋をアクティブにしますか。10個必要。はい。あ、これで橋ができるんだ。おお。こうやって町を直していくのも、直していくとなんかチャレンジミッションが増えるのかな。